賃貸物件をお得に借りる方法、見積書をチェックしてぼったくりを回避しようの巻。うわー、ここは日当たりが良くていいな。僕の名前は山田、2年目のサラリーマンだ。今日は新たな引っ越し先を探している。はい。この超優しそうな方は賃貸業者さん、僕の担当になってくれている。山田さん、さすがです。みーもそう思います。先ほどの物件とは違い、ここは日当たりもいいし、リフォームしてますし、とってもいいですよ。でもこの出っ張り気になるな。これは柱なんで仕方がないんですよ。ここめちゃくちゃ超人気物件なんですが、契約しちゃいます？え、もう契約ですか？はい。だってここは山田さんの求める条件大体満たしてますでしょ。おしゃれだし、家賃は7万円ポッキリ。絶対今契約しないと数時間後には取られちゃいますよ。こんないい物件もう二度と出ないかもしれない。え、みーは山田様が喜ぶ顔が見たいのに。みーの案内が遅くて他の方に取られたらと思うと。業者さん、でもここの出っ張りが気になるんだよな。住めば気にならなくなることも多いです。ご縁だと思いましょう。ご縁。人気ですからね。ここで契約書書かなければ、この物件は次ご紹介できなくなるかも。なんか2件目で決めるのは早すぎる気もするけど、ご縁だと思って契約しよっかな。はい、ぜひ。山田様いらっしゃい。はい、こちら見積もりになります。はい。初期費用は一重百千万。高い。初期費用272,839円。高い。どうしよう。そしてこちら契約書です。はい。印鑑と免許証はお持ちですか？はい。印鑑と。ちょっと待った。両学長。よいしょ。マッチョなライオン。こんにちは、リョウです。しかも喋った。説明しよう。このマッチョなライオンは十分な経済力、自由な時間、自立した精神を学ぶことができるリベラルアーツ大学の学長なのだ。過去2回サラリーマン山田のここぞというピンチの時に突如現れ、お金の悩みを解決しているのだ。もしよかったら過去のお話も見てみてね。久しぶりやな、山田。元気か？学長、元気です。会いたかった。ってな、山田、こんないらんオプションマシマシにした契約書サインしたらあかん。これや。しぇー、お待ち。オプションマシマシでやんすよ。山田、この見積もりの書類の中身よーく見てみ。え、何か問題でもあるの？なんなのね、マッチョライオン。ミーの作った見積もりに茶番つける気？山田、お前めっちゃぼったくられてんで、ここでボケーっと言われるまま契約するのはダメ。丁寧に案内してもらったし、払うべきものが書いてあるんじゃないの？アホ、不要な費用がめちゃくちゃ盛られてんで。教えよう、賃貸契約費用を10万円以上安くするテクニック、マッチョ。ここから10万円も安くなるの？肉。せや、まず安く借りる3つのコツがある。まずは業界の仕組みから見てみようか。1つ、業界の仕組みを知る。2つ、いい業者を見つける。3つ、相場を知って適切に交渉する。知らんからカモにされるし、知ってたらこれおかしいですよねって言えるからな。僕カモだったの？まあカモっていうかカモネギやな。ネギまでセットでついとるわ。大まかに言うと登場人物は3人や。入居者と仲介業者、そして大家さんやな。入居者と仲介業者ざんす。大家です。そもそも賃貸契約っていうのは大家さんと入居者の契約やから、お互いが納得したら借りたらいいし、どんな条件で契約するかは自由や。ただ問題はこの間に入ってる仲介業者が不正にぼったくってる場合があるってことや。みーのことざんすね。はい。ってなんてこと言うざんすか。そしてこの仲介業者は正真正銘のぼったくりやで。そうなの？シェー言ってる場合ちゃうわ。でもさ、有名なお店だから大丈夫なんじゃないの？そうなんです、有名なんです。うちは全国に1万店舗ある超大手サービス良好仲介業
業者です。優秀なスタッフが日本全国でお待ちしております。アホ、大手やから安心なんてもんは間違いや。大体はフランチャイズ契約して看板を出しているだけ。ちょいお二人さんどこ行くざんすか。よう見てみ、あそこに株式会社アゲアゲって書いてあるやろ。なに、ほんとだ。ほんでこの見積もりと契約書、非常に悪意を感じる内容や。学長、これのどこがぼったくられてるの。まず仲介手数料を1ヶ月分取られてるけど、入居者が同意しない限り 0.5 ヶ月分以上払う必要はないで。そもそも法律で仲介手数料は入居者と大家から合わせて1ヶ月分までしか取ってはいけないって決められとる。さらに大家から仲介手数料をもらっているかどうかは関係なく、入居者の同意がない限り 0.5 ヶ月分以上は取ったらあかんことになってる。大家から仲介手数料もらえてないんで1ヶ月分請求します。っていうのは通用せんちゅうことやな。最近は仲介手数料を無料にしてくれる業者も増えてきたで。安心して借りれる賃貸業者さんを概要欄にまとめといたで。動画見終わったらチェックしといてな。ほんでいきなりテンション上がるけど、火災保険1万円はぼったくりやで。え、火災保険もダメなの。学長、顔が野生に戻ってるよ。仲介業者が火災保険会社を指定する権利はないので、自分で選んだ安い保険に入りますね。っていうような、ネットだけで契約可能のとこが多いし、年間4000円ぐらいで入れるで。でもネットの安い保険ってちょっと心配だな。保証はちゃんとしてるの。そうです、そうです。安心安全のためにミーたちは紹介させていただいてます。いやいや、年間4000円でもちゃんとした保険はあるし、1万円でも保証が薄いぼったくり保険もあるで。今回紹介されてる1万円の保険はぼったくり保険や。値段じゃなく保証内容も確認して判断しような。ふんふん。ほんでこの除菌消臭や害虫駆除はいらん。いらん。こんなんスプレーでシューってするだけや。それすらしてへん業者も多いけどな。札幌の不動産仲介店舗のガス爆発事故も、実際は何もせずにスプレー缶溜め込んだ結果廃棄しようとして爆発や。入居者騙し取った分のツケが回ってきたな。シーッとな。はいはい。多くの店舗がやってないし、やってたとしても防虫効果なんて全く期待できん。そんな、ひどすぎる。そんな感じやから除菌消臭は不要なんで削ってくださいって言ってみたらええで。正直仲介業者や管理会社も取れたらラッキーぐらいでつけてるところも多いからな。そして賃貸保証会社の費用はまともな業者ならパンフレットを提示して実際の保証料を見せるのが普通や。ほとんどの保証会社は賃料の 50% ぐらいが相場、賃料の 100% とか言われたらぼったくられてるかもしれんから疑ってかからな。ここまでで僕は何万円ぼられてるんだ。ここにはないけど光触媒コーティングや安心入居サポートとかもいらんからな。あと鍵交換代も交渉してみような。仲介業者の出した請求書のチェックしておきたい項目はこちら。動画見終わった後で戻って見てみてな。ちなみに交渉次第で家賃、賃料も下げることが可能やで。え、家賃も下がるの。というかここまではぼったくりを適正価格に見直してるだけで、ここからがちゃんとした交渉になるんやで。ちょっと待ってちょ。あーすみません、さすがに家賃は下げられないんですよ。な、こういう風に即決で勝手に判断されたら別の会社にした方がええで。もちろん家賃は大家さんが応じてくれへん場合もあるけど、これは大家さんと入居者の交渉や。だから仲介業者の担当さんが勝手に判断する内容ではないね。聞くのがめんどくさくてやってへんだけや。まあ不動産屋も商売やからな。借りるか借りひんかわからへん人に真剣にならへんのはしょうがないで。交渉の仕方も5000円安くなったら考えますとかじゃなくって、交渉できたら申し込むっていう前提で。賃料3000円値引きしてもらえるか、1ヶ月フリーとかしてもらえますか。決めてくれるならいいですよ。っていう感じで交渉してみるとええで。大家さんも人間やからな。これで決めてくれるって思ったら交渉に乗ってくれるかもしれへんで。敷金、礼金も賃料と同じく大家さんへの交渉になるで。ただし礼金については仲介業者が上乗せしてる場合があるから注意が必要や。悪い業者やったら大家さんにも言わんと勝手に礼金だけ上乗せしてる場合があんねん。どうやったらわかるんですか。賃貸契約をする前に複数の業者に見積もりをもらうのがええで。え、この物件はここの賃貸会社の物件じゃないんですか。ちゃうちゃう、 91% の物件は複数の仲介業者が取り扱ってる。だから基本的にはどの物件も複数の仲介業者で見積もりできるで。例えば電化製品を買うときも同じ製品を家電量販店で見て値段比べるやろ。冷蔵庫欲しいな。らっしゃい、安いよ。保証をお付けしましょう。
賃貸物件もそれと一緒や。最低3社は見積もりを取っておこな。うん、引っ越そうかな。いらっしゃい。親切丁寧にご案内いたします。何でも聞いてね。稀に1社しか取り扱ってない物件があるんやけど、正直安く住みたいなら選ばん方がええな。へい、この物件を取り扱ってるのはうちだけなんだぜ。バリおすすめ。へえ、他の仲介業者さん回って見積もりもらおうかな。それからよく請求されるハウスクリーニング代は入居時と退居時両方取る業者がおるからな、注意した方がええで。はい。いやー、参った参った。でもこの物件は本当に人気なんですよ。今なら手付金2万円入れてくれれば、はあ、ミーの力でお部屋を抑えちゃいますよ。やば、急ぐのか。じゃあ払わなきゃ。ひょ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 。あ、山田、もうあかん。ワクテカワクテカ。すぐワクテカすんねんから。いえいえ。ちゃんと見比べて手続きもすぐやってもらえば物件抑えられるし大丈夫や。大丈夫なの？まあほんまにタッチの差で埋まっちゃったら縁がなかったってことで。もう少しでも動いたらボラれちゃいそうで怖いよ。だからこういうやり取りをすべてメールか LINE で行う、またはやってくれる業者を選ぶことが大事やで。まともな商売をしてる業者やったらやり取りが履歴に残っても何も問題はないはずやからな。相見積もりを取るときは、先に初期費用を確認したいので見積もりをお願いできませんか。はーい。あ、よかったと連絡すれば OK やで。内覧する前に見積もりを取ることが重要や。見積もりを出し渋ったり履歴を残さんとかはダメな会社やな。くそー、なんなのねこのマッチョライオン。うまくいきそうだったのに。せっかくのカモ。すみません。はーい。とりあえずもう少し考えたいので、この申し込み書は持ち帰ってもいいですか。シェー、 OK です。ありがとうございます。では、ありがとうございました。その後山田は他の業者にも見積もりの連絡をした。あ、この業者さんはすぐに連絡くれたし仲介手数料も無料だ。ほら、全然違うやろ。ちゃんとした会社はきちんと対応してくれんねん。じゃあさっきのお店にはお断り入れておこう。あ、履歴残す意味でもメールで送るのがええで。名刺もらったやろ。あ、そうだそうだ。意思表示をはっきりさせへんのは相手の業者に対して良くないからな。なるほど、そうしんと。これで安心かな。お、いや、山田様、先ほどは失礼しました。ミーの力で他のいい物件も探せますし、先ほどの見積もりも再度検討させていただきます。もう一度ご来店を。え、じゃあその安い金額で対応できるんですか。お、どうも失礼ござんした。やった、悪徳賃貸業者からお金を守れた。やったな山田、 V や V。 両学長、本当にありがとうございます。危うく10万円以上ボラれるところでした。いや、これで安心して今の家退去して引っ越せます。そもそも不動産のことも含めて日本の教育にはお金について学ぶプログラムがない。学んでないねんからうまくできなくて普通や。だから山田、一緒に学ぼな。はい。またこうして会社員山田のお金は守られた。めでたしめでたし。みんなも目指せ知識マッチョやで。ムッキー。